こんにちは、この今流れている動画はこの前2個目ですね、2個目の動画の最後に流したものです。この続きから始めます。ではまずここの一番端の穴から2番目の穴に最初に糸をこっちから通していきたいんですよね。で、玉留めがあるので、まあ玉留めはこうギリギリのところで私はこう極力目立たないようにカットしてます。で、この中に1回通して、でこの辺に出てきます。こっち向きでこう刺して、こうですね。でちょっとこれでこの金具の中に玉留めが隠れてくれるので、ここから、始めていきます。ここよりこの今出てきたところよりちょっと手前ぐらいに刺して、でこの右から2番目の穴に後ろから帰ってきます。でこの一番端の穴に上から刺して、で端なので2回ぐらいこうここに同じところに刺して返し縫いって感じですね、やっておきます。4本あるのでちょっと絡まりやすいかもしれないですけど、で次は、ここではなくてここですね。ここに帰ってきて後ろからこの編んだものをこの中に入れながら針で入れながらこの穴に帰ってきます。でここからはもう一重でいいので、こうここに刺して、で次はこのここに帰ってきますね、後ろから。でもこう全体のバランスを見ながら、ちゃんとここの印も合ってるかなって見ながら1個ずつこうずっと進めていきます。こういう感じで全部つけてくれました。やっぱり中はこういう風に糸が見えるんですけど、はい、こんな感じで、で一番最後のここのところに玉留めをしたいんですけど、ここに玉留めすると玉留めが見えちゃうので、この中に隠したいんですけど、ちょっとそうですね、まあちょっと難しいんですけど、こんな感じでギリギリのところに針をちょっとだけ入れて、ほんとちょっとでいいですね。何本かすくうぐらいの、結構すくえちゃいますね。こんな感じで引き抜いて、でこのギリギリのところで玉結びをして、こう針に引っ掛けて、こう抜いて、でこの中側にちょっと中で。この編んでる糸をすくいながら、
ちょっと難しいですけどね。まあこっちに出ちゃってもいいですね。こっちに出してここから入ってこの中から入ってで後ろに出る。まあちょっとでもちょっと入らないですけど、まあ、入れ込んでこんな感じで、まあでもあんまり目立たないですね。でここでカットします。でこの時点でこの印はもういらないので取っちゃいます。完成しました。はい、って感じで、はい、こうまん丸な感じのコロンとしたこういったがま口できました。はい、それでこの中にこういったプチプチがあればこうプチプチを入れ込んでちょっと綺麗になればいいんですけど、それでこういう感じで形が整うので、はい、それで出来上がりです。こんな感じですね。これは前作ったものなんですけど、こちらは内布を後からつけてるんですよね。こう手前にギリギリのところで折ってでちょっとかがっていってるんですね全部。でこちらもこう中がこう気になるようだったらこう内布をつけていこうかなって思ってます。この辺は綺麗にできてるんですけどね、この辺最初もうちょっと整えればよかったなって思ってるので、後でまた内布をつけたいなって思った時にまた動画にするかもしれません。はい、今日も最後までご覧くださりましてありがとうございました。結構時間はかかるんですけど、まあできるとこうやって可愛いので、ぜひもしよろしければ作ってみられてください。最後まで見てくださりありがとうございました。